皆様どうも、こんにちは。本日はですね、この何かですね、面白そうな製品が出てきたぞというところで、それについてですね、見ていこうかなと思います。まあ、正直ですね、今日取り上げるものは、業務用に近いものみたいで、我々ですね、庶民が買えるものではなさそうなんですけれども、まあ、その内容自体はですね、とても面白そうなので、取り上げてみようかなと思いました。それではですね、よろしくお願いいたします。で、今日見ていくのはですね、このデンマークの、カメラメーカーみたいなんですけれども、フェーズ1インダストリアルというですね、そういうメーカーが作っているカメラです。で、1台ですね、まあ、4万ドルというところで、まあ、日本円に直すとですね、400万円以上ですね。まあ、それぐらいの、まあ、超高価な、まあ、おそらく業務用のカメラだと思います。で、まあ、そのですね、一体何が面白いかというところを、まあ、今から見ていくわけですね。で、こちらのですね、ものが今回出てきてて、IXM カメラシリーズというものが出ています。で、これ何がすごいかって言いますと、まずはですね、なんと1億画素というところです。まあ、今のところですね、一応民生品では、5000万画素が、上限になってますけれども、もう業務用ではですね、こう1億画素オーバーとか、そういうのが出てる感じですよね。あ、ハッセルブラッドかどっかに1億画素ってあったっけな。ちょっとそこまで覚えてないんですけれども、まあ、とにかくですね、時代がこういった超高画素時代に、突入してきたのかなというところです。で、しかもですね、こちらのセンサーは、センサーサイズがですね、まあ、非常に大きくて、いわゆるですね、中盤サイズになってます。まあ、ここをですね、ご覧になられるとわかるんですけれども、43.9×32.9 というですね、まあ、超大型になってます。で、このセンサーの正体なんですけれども、こちらのセンサーはですね、ソニーの、IMX461 というものが使ってるみたいですね。で、こちらは、昨年の11月に出てきました、タイプ 3.4 型のですね、1億画素、しかも、裏面照射型のセンサーになってます。まあ、そういったですね、裏面照射型のセンサーは、大型化に向かないというふうに言われてたわけなんですけれども、まあ、それもですね、克服されつつあるのかなと。で、さらにですね、まあ、今まで、もっと大きいサイズのセンサーっていうのは、表面照射型だったんですけれども、これからはですね、さらにそのセンサーサイズをでかくして、画素数をですね、1億5000万画素まで上げたようなですね、そういったものも、予定されていると。これ出てきたんだっけな、まだ予定だったかな。まあ、そろそろですね、どの道、供給されるようになるんじゃないかなというふうには思います。まあ、受注生産とかではですね、今までも超大型のですね、裏面照射型センサーありましたけど、というかスバルの主焦点のハイパーシュプリームカムだったかな、あれなんかもですね、超大型のセンサーです。ただあれはね、1枚ものじゃなくて、何枚も何枚もですね、まあ、センサーをつなぎ合わせたような、そんなコンポジット型だったように思います。で、おそらくこれは1枚ものになるのかな、そういった、まあ、超大型のセンサーというのをですね、まあ、ソニーさんが、作ってると。で、しかもですね、まあ、いずれは、もしかしたらこういったものが、民生用のカメラにね、降りてくるかもしれません。まあ、もっともっと大量生産できるようになれば、我々もですね、こういった、まあ、夢のセンサーに近いようなね、そんなものを手にする日が来るかもしれません。まあ、とにかくですね、新しいこちらのカメラの一番面白いのは、このセンサーが使われてますよというところです。ちなみになんですけれども、まあ、1億画素っていうことで、非常にですね、ピクセルサイズが小さくなるじゃないかと思われるかもしれませんけれども、ここにあるようにですね、3.76 マイクロというところです。これは多分、おそらくですね、我々もですね、使ってるぐらいのサイズじゃないかなと思います。まあ、例えば APS-C の2400万とか、あるいはですね、マイクロフォーサーズの2000万だともうちょっとちっちゃいかな。まあ、それぐらいのサ
サイズになると思いますんで、あんまりですね、無理にこう刻んだっていう感じではないですね。まあ、ここがですね、一番センサーを大型化するメリットかなと。画素数をですね、まあ、かなり上げても、まあ、1億とかそれぐらいにしても、ある程度のですね、ピクセルサイズを確保できるというところが、まあ、ポイントだと思いますね。で、まあ、そのおかげかどうか、このダイナミックレンジっていう数値がね、まあ、これもどこまで信頼できるかっていうのは、ちょっと議論がありますけれども、他のセンサーに比べてもですね、こう大きく劣る感じはしないです。まあ、83デシベルというところで、まあまあ、標準的な値ぐらいにね、なってるかなと思いますね。で、まあ、あともう一つですね、感度についてなんですけれども、ISO、50から6400というところで、まあ、ここに関してはですね、特段超高感度というわけでもないみたいですね。まあ、それはさすがに1億画素というところがありますんで、まあ、ちょっと仕方ないところはあるんじゃないかなと思います。あとはですね、こちらのカメラのですね、重さとか、まあ、サイズ感なんですけれども、それも下の方に確か載ってたはずです。で、意外にですね、軽いなという印象をね、最初見た時に思いました。で、センサーサイズはですね、中盤にあるであるにもかかわらず、なんとですね、レンズがない場合っていうのは、630g ぐらいということになってます。まあ、ドローンに載せるようなカメラなんで、そんなにですね、重く大型にできないと思うんですけれども、よくですね、このセンサーサイズでここまで軽くしたなという印象ですね。で、ちなみに大きさはまあ 90×90×68 ということで、まあ立方体に近いのかな。まあ、立方体というにはですね、ちょっと厚みが足らないかもしれませんけれども、まあ、そんななんかコロコロとしたような、なんかそんなカメラになってますね。まあ、いかにもですね、まあ、民生品というよりは、まあ、業務用のカメラになってるかなというところです。で、ちなみにですね、こちらのカメラに合わせた、レンズというのも出てるみたいで、このレンジーズっていうところを見ればですね、どんなものが出てるかっていうのもわかります。まあ、基本的にはですね、この IXM システム用の、まあ、レンズっていうのはこの4本になってて、どれもですね、単焦点になってるみたいです。で、どうなのかな？35mm、80mm、150mm というのが出てるみたいですね。これとこれなんか違うんだろうか。両方とも80の 5.6 になってますけれども、これは5色かなんかかなと思いますけれども、なんか機能とかそういったところが違うのかもしれません。まあ、どのみち変えるものではないんでね、このレンズとかあまり詳しく見てないんですけれども、まあ、若干全体的にですね、F は暗いですけれども、これはですね、一応中盤ということなんで、仕方ないところかなという感じはします。まあ、大体中盤用であればですね、F4 から、5.6 ぐらいがね、まあ、焦点器にもよりますけれども、これぐらいの焦点器であれば、標準的かなという感じがします。まあ、こちらはですね、返す返すも、ドローンなどに載せなきゃいけないので、あんまりですね、明るく大きいレンズっていうのは採用しにくかったのかもしれません。まあ、最初に申し上げました通り、こちらのカメラはですね、我々庶民の手に負えるものではなさそうなんですけれども、まあ、発売予定とですね、価格をまあ言っておくと、予定はですね、2018年6月ということになってるみたいです。まあ、なので、あとおおよそ一月ほどで、こちらのカメラを手に入れることができるという感じですね。で、ちなみに価格はですね、こちらの、1億画素のセンサーの方は、4万ドル。で、こちらのですね、5000万画素のセンサーの方は、2万1000ドルということです。で、レンズの方はですね、まあ、だいたい1万ドルぐらいになるということでした。まあ、なんで、カメラとレンズを買えばですね、それだけで、まあ、500万、600万というところなんで、まあ、ちょっと我々にはですね、どうしようもないかなという感じがいたします。で、今後ですね、まあ何が一番注目点かというと、こちらのですね、まあセンサーが使われるかどうかというところですね。この IMX461 が、今後ですね、民生用のカメラに使われるかどうかというところが、まあ最大の注目点かなという感じがします。まあすでにですね、5000万画素のセンサーっていうのは、このようにまあ高いですけれども、GFX50S で、まあその中盤っていうサイズでですね、実現されています。
で、それがですね、もう富士フィルムさんからですね、このような形で出てるわけですね。で、現状ですね、ソニーさんっていうのは、フルサイズミラーレスっていうところにですね、まあ、かなり、まあ、力を入れてまして、まあ、民生用としてはですね、まあ、これが非常にヒットしているという感じです。ただしですね、今後もっともっと、高画素化が進んでいくと、フルサイズでも限界を迎えてしまうかもしれません。まあそういった時のためにですね、こういった、超大型のセンサーというのを作っている可能性もありますよね。で、これもですね、まああくまで推測でしかないんですけれども、もしかしたら裏でですね、中盤のミラーレスカメラとか、そういうのも作っている可能性はあります。で、まあ、一応ですね、センサーっていうのは、自社生産というのができますので、その心臓部っていうのはですね、用意できるので、技術的なですね、基盤は問題ないというところになりますよね。今後もしかしたらそういったソニーからですね、中盤のミラーレスとかいうのが登場した時に、まあ、1億画素とかですね、そういった超高画素センサーを積んで出てくるっていうですね、まあ、可能性も、なくはないかなと思います。で、あとはですね、このソニーっていうメーカーは、例えばですね、ニコンとかペンタックスとか、そのカメラのですね、まあ、センサーを作ってると、で、よく実際調べてみるとですね、そのセンサーがソニー製でしたよというところはあるみたいです。まあ、なんで、例えばですね、ペンタックスの、645Z ですね、こちらが、もう出てですね、4年ぐらいになるのかな。だから、あとですね、来年か再来年ぐらいになると、モデルチェンジするっていうですね、可能性もあります。で、その時にですね、例えば1億画素になりましたよということになれば、今回のですね、こちらの IMX461 が採用されているっていう可能性も、ありますよね。まあ、今後はですね、おそらく、そういうふうな、またですね、中盤っていうのは、1億画素とか、そういった時代に突入するんじゃないかなと思います。で、そうなればですね、いよいよ、我々のですね、民生品として、その超大型の、超高画素センサーというものが手に入りますので、まあ、そうなったらですね、まあ、楽しみかなという感じはいたします。ということで、今日はですね、こういった、まあ、業務用のカメラになるのかな、まあ、そういった超高価なカメラにはなるんですけれども、中盤サイズのですね、まあ、1億画素の、しかも裏面照射型というところで、まあ半年ほど前にですね、まあ、発表されたセンサーがいよいよ使われ始めたのかなというところです。まあ、まだまだですね、その民生品に降りてくるまではちょっと時間がかかるかもしれませんけれども、まあ、いよいよ1億画素時代とかね、そういう時代に突入するのかなと、まあ、その前触れになるのかなという感じがいたします。まあ、そこら辺がね、ちょっとまあ面白かったので、まあこういったカメラをまあ見てきたという次第です。まあ今日はですね、これぐらいで、お話を終わりたいかなと思います。ここまでですね、ご視聴くださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。